皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題、今回は文字式による説明についてお話しします。まず基本です。偶数、これを文字を使ってどう表すか。偶数って2で割り切れる数、こんなふうに言いますけれど、別の言い方をすると2の倍数ですよね。で、偶数というのは2で割り切れる数ということは2の倍数です。ですから N を整数とすると、それを2倍すればいいので 2N、 こんなふうに文字で表すことができます。じゃあ奇数はどうでしょう。奇数は2で割り切れない数なんて言いますけれど、ということは割り切れないってことは余りが出るってことですよね。余りは1つ出るはずですから、つまり偶数より1大きい偶数プラス1、こんな風に考えることができます。偶数は 2N ですから、奇数を N 使って表すと 2N プラス1、こんな風になりますね。もし3の倍数だったら 3N、 5の倍数だったら 5N なんて応用が効くわけです。では次は連続する3つの整数、これはどうでしょう、ね、N を整数とすると、まず一番小さいもの、これ N にしたら、その次は N より1つ大きいので N プラス1、その次の数はまた1つ大きくなので N プラス2、こう表せます。じゃあ真ん中の数を N にしたら、その1つ手前は N より1つ小さいので N マイナス1、そして N、次の数は N より1つ大きいので N プラス1、こんなふうに表せるんですね。この考え方を基本にしていろいろな文字式で説明をしていくわけです。連続する3つの整数の和が3の倍数になることを説明していきます。整数を N とすると、連続する3つの整数は、先ほどやりましたように一番小さいの N とすると、次は N より1大きいので N プラス1、さらに1大きくなって N プラス2、このようになります。そしてその和は N たす N プラス1たす N プラス2、これを計算すると 3N プラス3になりますよね。ここでもうこれで3の倍数じゃんと思っちゃう人いるんですけど、これダメですね。3の倍数になった時には 3× 何とかっていう形を取らなきゃいけないので、3を前に出して N プラス1という、これ分配法則の逆を考えてこういう式を作ります。分配法則でやると 3×N で 3N、 3×1 でプラスの3、これに戻りますよね。ですから三角コなんとかっていう形を必ず作ってください。で、この括弧の中の N プラス1、これは整数ですよね。2番目の整数です。整数なので三括弧 N プラス1、これは整数を3倍していますから、これは3の倍数ということです。したがってこれ計算したのは、連続する3つの整数の和はこれ3の倍数になると、このように説明できるわけです。今度は2桁の自然数を文字を使って表してみたいと思います。これ小学校の時学習したこと、これが元になっています。例えば53という数、10の位が5で1の位が3ですよね。これは10の位の5ですから、10が5つあって1が3個あるよと、
こんな風に学習したはずです。この考え方を元にします。例えば10の位を A、 1の位を B とした場合、10の位が A ですから、10が A 個あって1が B 個あるよということなので、 10A プラス B と、こんな風に2桁の自然数を表すことができます。もしこの10の位と1の位を入れ替えた自然数、こちらは10の位が今度は B になりますよね。 B、 1の位が A になるので、10が B 個あって1が A 個あるので 10B プラス A、 もちろん入れ替えて A プラス 10B でも構いませんよね。こんな風に表すことができるんですね。では穴埋め方式でちょっと問題を解いていってみましょう。2桁の自然数からその10の位と1の位を入れ替えてできた自然数を引くと9の倍数になる。このことを説明します。2桁の自然数の10の位、これを A、 1の位を B とします。元の数は 10A プラス B、 こうなりますね。入れ替えた数、これは 10B プラス A、 こんな形です。この差引き算するとっていうことですね。ですから括弧して 10A プラス B 引く括弧 10B プラス A、 括弧外します。 10A プラス B 引く 10B マイナス A、 計算すると 9A マイナス 9B になりますね。これ9の倍数になるということは9括弧という形にしろという意味ですから、9括弧 A マイナス B、 こんな形にまとめることができますね。この括弧の中の A マイナス B、 これは整数です。これどういうことかというと、で10の位が A で1の位が B で、この A-B は、正の数なのか負の数なのかこれは分からないですけれど、どちらかの整数になります。分数や小数になることはないですよね。ですから A-B は整数なので、9A-B で整数 ×9 の形なので、これは9の倍数である、こういうことが言えます。で最後に結論で、したがって2桁の自然数からその10の位と1の位の数を入れ替えた数を引くと、これ9の倍数になると、この部分しっかり書いてくださいね。問題の中にある部分ですね、この部分と全く同じのここに、最後に書きます。でよろしいでしょうか。今回は文字式による説明、このお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。